トピラマートは、抗転換薬の一つ。日本では2007年より、トピナの商品名で販売され、適用は、他の転換薬で十分な効果がない部分発作に、対する、補助薬である。サイプ 3A4 によって、主に代謝される。トピラマートは、1979年に、マクニールファーマシューティカルのブルース・イメリアナフト・ヨゼフ・ F ・ガード機によって発見された。 はじめは、ジョンソンジョンソングループのオルソ、マクニール・ニューロロジックスと、ノルアムコによって生産されていた。カナダでは、ジェネリック版が入手可能であり、これらは米国でも2006年9月に、アメリカ食品薬品局によって認可された。トピラマートの最後の特許は、小児科での使用だったが、これも2009年2月28日に切れた。 日本では2007年7月に製造販売が承認され、トピナの商品名で、共和発行リン株式会社から発売されている。通常は、他の抗転換薬との併用で、転換の部分発作の治療に用いられる。デイ依存性ナトリウムチャンネル抑制作用、デニ依存性 L 型カルシウムチャンネル抑制作用、アンパ、カイニン酸型グルタミン酸受容体。 機能抑制作用により、脳内の興奮性神経伝達を抑える。加えて、ギャバ存在下におけるガバ受容体機能増強作用、および炭酸脱水酵素素害作用により、抑制性神経伝達を強める。これにより、抗転換作用を示す日本における適用は以下である。海外では、以下のような承認もある。 成人の全般性強直麻大発作に対する短剤併用療法、小児の部分発作、全般性強直麻大発作や部分発作の短剤併用療法、小児のレノックスガスト症候群に関連した発作に対する併用療法。軽眠、体重減少、不動性めまい、無食欲および退職症などの接触異常、抑う状態、注意力、致命力低下、 言語障害、知覚障害、反射運動能力低下など。また、添付文書では、自殺機とや、自殺燃料の起用歴における、症状悪化や、それらを生じさせる海外の試験結果について、記載されている。重篤な副作用従来の抗天肝薬と比べ、スティーブンス・ジョンソン症候群、重篤な肝障害、血液系の副作用は、少ないとされる。 高転換薬全般に言えることであるが、連用中における、投与量の急激な減少ないし中止により、転換重積状態が生じる恐れがあり、慎重に前言する。ありがとうございます。